はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は、エラーコード5665の解除がうまくできない方は、まずはノーブランドで新規出品してくださいという話をさせていただきます。行きって言えば、有料コンサルティングの内容にはなるんですが、私の元生徒さん、OBOG の生徒さんも、もしかしたら現状をトラブルに巻き込まれている可能性がありますので、公開動画で皆さんに情報共有させていただきたいと思います。先に本動画の論点をお伝えさせていただきます。 まず、エラーコード5665解除がうまくできない方は、製品コード免除申請をして、ノーブランドで新規出品してください。さらに最近、エラーコード5665解除を行ったのに、出品登録中にエラーコード5461というものが出たり、販売開始後にバリエーションがバラバラになったり、検索対象外、要は販売不可になる事例も増加していますので、エラーコード5665解除が行えた方も、まずはノーブランドで商品を出品し、その後その商品が売れたら、ODM や OEM などのオリジナルブランド戦略を進めていくことです。 ことをお勧めしますちなみにだったら新規出品ではなく初めから相乗り出品すればいいんじゃないかという方もいらっしゃるんですが相乗り出品は既存の商品ページで同じ商品を複数のセラーが販売する手法です必ずセラー同士のバトルロワイヤル状態になって価格競争が起きてしまうのであくまでも新規出品で amazon 物販を行うことを強くお勧めしています少し前の動画でエラーコード5665の解除についてやり方をお伝えさせていただきましたエラーコード5665というのは amazon で商品を新規出品登録する 際にブランド名のところにご自身で考えたブランド名を入力すると出てくるエラーなんですがいわばこのブランド名本当にあなたのブランド名なのって Amazon からツッコミが入るということです。こちらを解除するためにロゴが高級的な方法で印字刻印された商材の画像を Amazon に送ってエラーコード五六六五の解除を行う必要があるんですが正直この一年で審査がどんどん厳しくなっています。こちらの動画ご覧になって エラーコード5665の解除トライしてもまだよくわからないだとかそもそもちんぷんかんぷんでどうも理解できないっていう状況の方は正直エラーコード5665の解除を進めるのは残念ながら難しいと思います実際こちらの動画でもう,うまくできなかったからアマゾン o n 物販諦めますっていうコメントをいただいたんですもちろんアマゾン物販ができなければいけないっていうことはないし他にもメルカリだとか eBay だとかヤフオクだとかいろいろな物販の種類ネット物販の種類っていうのは存在してますので で Amazon、物販エラーコード5 5が解除できなくててて諦めるっていうのも一つのもつだと考えていますただもし本当はアマゾン物販続けたいんだけど、なくなく諦める必要があるんじゃないかっていうふうに頭抱えている方は、こちらの動画を通してどう対処すればいいか腹に落としてください。諦めないという前提で考えていくのであれば、いくらでも抜け道っていうのは存在しているわけです。今回はその抜け道の中で一番簡単かつ安全なやり方をお伝えさせていただきます。 この具体的な方法とは、製品コードを免除するイコールノーブランドで出品するというやり方です。動画下の URL をクリックいただければ、アメリカアマゾンの方も日本アマゾンの方もクリック一つでこれからお伝えするページにすぐ行くことができますので、ぜひチェックしてみてください。まず商品カテゴリーの選択をクリックし、これから皆さんがノーブランドで出品する商品のカテゴリーを選んでください。どのカテゴリーから出したらいいかよくわからない方は、アマゾンですでに出品す さされててていいいるる類似商品がどのカテゴリーかから出ているかをチェックしてください新規出品登録の画面で検索キーワードを入力しご自身が出そうと思っている商品がどのようなカテゴリーから出ているかをチェックしてください。キーワードを入力して検索するといくつかの候補が出てくることがありますがどれが正解でどれが間違っているということはありません。あくまでもご自身の商品がどれに一番近いかで判断していただければ OK です。さて、製品コード免除を申請画面に戻ります。カテゴリーを選択していただいたら 日本アマゾンの場合、その右側にノーブランド品。アメリカアマゾンの場合、ジェネリック。 アメリカアマゾンでもノーブランド品と入力してくださいと書いてはあるもののこちらにノーブランド品と入力すると稀にエラーが発生することが確認できています。あとは切り替わった画面上の商品登録をクリックして入力していくだけです。その際ブランド名の欄には先ほど入力した通りノーブランド品アメリカであればジェネリックと入力して新規出品登録を進めていただければ通常入力するジャンコード EAN コードを入力せずに新規出品登録を完了する というわけで今回はノーブランドで出品するやり方をお伝えしました。エラーコード5665の解除を行ってアマゾン側にブランド名を認知しておいた方がもちろんその後の ODM や OEM などのブランド戦略を行う際に有意になるのは確かではあります。しかしながらここからが超重要なんですが実は最近エラーコード5665の解除を行ったにもかかわらずそのブランド名を使おうと思うとエラーコード5465 というエラーが発生したりブランド名入力して商品の新規出品を行って販売開始した後に 突然、バリエーション登録していたバリエーションがバラバラになったり、バリエーションの一部がいきなり販売停止、検索対象外になってしまって、やはりエラーコード5461という、通常は既存のメーカーブランドを勝手に使った時に出てくるエラーが表示されてしまって、収集がつかなくなるという事態がちらほら出てきています。エラーコード5665の解除から色々苦労を重ねて、せっかく出品した後でそのようなトラブルが起こってしまうと、出花。 思いっきりくじかれてしまいます。よって私のコンサルティングの中でも生徒さんはまず最近はノーブランド登録で出品登録していただいてその後その商品がよく売れた後で改めてその詳細に ODM、ロゴの印字や刻印を行ってエラーコード5665の解除とエラーコード5461の解除を行うっていう流れに最近コンサルティングの内容変更しました。というわけで今回は特に独学でやられている方エラーコード5 6 6 6号の開示を行わずノーブランドで出品するという流れが今後主流になってくると思いますのでその情報共有させていただきました今回の動画少しでも参考になったなって方はよろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸いです最後までご清聴くださりありがとうございました